英語で楽しむ信長秀吉と戦国時代第92話、細川ガラシャ自害。お久しぶりです。ガラシャです。今日は私の悲しい最後についてお聞きいただきます。Section92: While Ieyasu was out of Osaka, Ishida m i tried s u n a t r i to take all the wives of the Toyotomi generals accompanying イエアスを as hostages, but 細川ガシア、タ o k i 's wife、resisted. And had her chief retainer stab her. She was a Christian, and she wasn't allowed to commit suicide, so that was all she could do. Tadaoki had been very angry at Mitsunari, but he came to hate him all the more because he lost his wife due to Mitsunari's actions. out of Osaka, to 豊臣家の武将、そしてアカンパニングアスが後ろからジェネラルズを就職します。イアスに随行していった。まあ、前回の,あの合図出兵に行ったって意味ですよね、はい。その武将たちの全ての奥方をです。Wives はワイフの複数形ですね。As Hostages。人質として取ろうとしたのであった。ところが、細川ガラシャは、これと次の忠興図ワイフが同格。細川忠興の妻である細川ガラシャは、Resisted 抵抗し、 はい、そして、ハブ、目的、原型で人に何とかさせるです。えチーフリテイヌーまあ重心ですよね。え小笠原昇才っていう人なんですけど、はい、彼にえ自分を刺すようにとさせたのであった。 人に何々させるという表現がいくつかございますので、整理してみたいと思います。えー、まず、それぞれ1行目なんですが、動詞、目的語、原型で、えー、ここは全部動詞の原型が来るんですね。えー、ところが、それぞれ2行目はですね、えー、動詞、誰々、to 不定詞、ね。ここに不定詞の to が必要となります。意味の違いです。 えー、メイクの場合はあ、メイク誰々原型で、誰々に無理やりホニャホニャさせる。この無理やりっていうのがポイントになりますね。えー、すなわち、この間に入る人というのはあ、これを従っていないことが前提となります。えー、それを force、または compel、ないしは oblige で書き換えますと、じゃあ、不停止が必要になりますね。oblige は obligation の動詞ですから、義務的にさせるっていう感じが出ます。 それに対して、レッドの場合は、この間に入る人は、むしろこれを従ってるんですよね。それを許してあげる。従って、人になんとかさせてあげるというニュアスになります。それを固く言うと、allow、または permit 誰々 t o o t して人になんとかする許可を与える。先ほど出てまいりました、ハブに関しましては、ハブ目的原型で、人に仕事としてニョロニョロさせる。この仕事っていうのが、普通、プロとしてやってますので、原則は有料でね、やってもらうっていう感じが出るんですよね。 最後に、ゲット誰々トゥーフテイは、人を説得して、または頼んで何とかさせる。まあ、プレスウェイドないしは、アスクなんかに近いです。<noise> え、先ほど、ハブ、目的、原型の場合にはですね、えー、有料でさせるなんて言いましたけれども、でも、ある意味、えー、この時代の武士っていうのはですね、えー、人を殺すのが仕事ですからね、まあ、あそれは給与をもらってやってたということに変わりはございません。えー、とは言いながら、あこの重心小笠原少尊もですね、まあ、ガラシャを刺した後は結局自害しますけどもね。 え、先へ行きまして、C はガラシャ。ガラシャはクリスチャン。いわゆるキリシタンであった。そしてえ、ガラシャは、wasn't allowed t o o t h a c h allow が出ましたから、ここ t o o t h a c h になりますよ。追加することを許されていませんでした。何を ?commit suicide 自害をえ。よってです、そうはだから。えで、that was all she 誰々<誰> can でもってほとんど決まり文句です。えー、それが彼女にできたすべてのことだったが直訳ですから、訳して、そうする以外仕方がなかったのであるとなりますね。 これいわゆるソーダット公文なんて読むと、ご訳になっちゃいますし、ここにわずがあることからもね、このダットは死語でなくてはいけないと判断できるはずです。all という単語は全てって意味なんですが、意訳して何とかだけってなることが結構ありますよね。先ほどに近いのが一番 that's all I can do for you。あなたのために私ができるそれが全てです。ですから私にしてあげられるのはそれだけなんですとなりますよね。この辺から that's all でそれで終わりなんていうね、決まり文句になってくるんでしょう。 から2番、all I can do is to、えー、私にできるすべては to 以下だ。したがって、私にできることはせいぜい、ね。彼女のそばにいてあげられることだけです。っていう感じですね。<laughs> から3番、do all I can、えー、これだけでもってできる限りのことをする。ですから、あ努力するって日本に近くなるんですよね。 後ろの不停止は何とかするために手伝うためには私にできる全てをやりますだからできる限りのお手伝いをいたします英作文で努力するなんて言うとねまあ make every effort to なんて言い方もありますけどもっと簡単に do all the 誰々 can でもいいんですよね <noise> えでは続けまして忠興、えー、は、えー、be very angry at 誰々誰々に対して相当腹を立てていた えー、三成にね、えー、かなり怒っていたのであります。で、ここがハドビーンで過去完了になってますから、もうそれ以前から起こっていたって意味ですね。えー、以前、石田三成襲撃事件の七章のうちの一人にですね、えー、この細川忠興も入ってましたからね。 はい、ところがです。ヒーはただおきはです。はい、こっちのヒムが三成です。え、came to hate 誰々で、誰々をだんだん憎むようになっていった。はい、その理由が、はい、本日のポイント、all the more because どのこうの、because 以下だからこそ、より一層三成を憎むようになったとなります。because の中、えー、えー、ただおきです。は、自分の、はい、質を失ったからでやると。誰のせいで ?due to も、なんとかのせいで。三成の今回のアクションズ、諸行のせいで。 えー、三谷が今回この大名の奥方を人質に取ろうなんていう修行に出たためにですね、えー、自分の妻ガラシャは自殺というね、えー、選択をしてしまったということに対して怒ったってわけですがまあこれはあのー、柴良太郎さんの本なんかによりますとね忠興、えー、の方からガラシャにねいざとなった時は自害せよというね、えー、命令が下っていたっていう説もございます本日の英語公文のポイントオールガ比較級4 これでもって点々点だからこそより一層んとかだっていうふうに訳すんですけどもね、まあ、よくある有名な例文が一番です、えー、ジェニファーはビルのことを、えー、彼の金銭ゆえにより一層好き、えー、彼がたくさんお金を持っているからこそね、えー、かえって彼のことがお好きなんだっていう意味なんですけども、まあ、よく世間の例文ではここの部分がですね <laughs> フォールズ欠点になってまして、えー、彼には欠点があるからこそより一層好きっていう例文なんですけどもね、えー、そしたら昔一緒にねやっていたあるネイティブの先生が欠点があるからこそより一層ね好きになる女なんて世の中にいるのかってね、えー、指摘があったんですよねああ確かになるほどそうですねいないかね、えー、まあ昔の私の彼女もですね私のある性癖を知ったらみんな逃げてきましたからね、はい、まあその点今の神さんはなかなかね、えー、根性がありますけれどもっていうかんなこと話はどうだっていいんですけども、えー、まあ要はね、えー、マネージャンじゃないかっていう 世の中のほとんどの女性は金目当てであるというね、えーまあ、今全国の女性を敵に回しましたかね、えー、から文法の話に戻しまして、えー、ここが名詞止めの場合にはフォーマとは美構造部ですでここに SV 構造が出るときは美構造になりますね、えー、それでは1問問題いってみましょう、はい、次の二番の空所に適当な単語を入れてみてくださいよろしいですか 松永久秀の死はです、はい、ここにオールザー比較記が出ました。より一層皮肉に思われます。なんで、いっとぅ、いっが松永久秀の死ですえ。それが起きたのが、On the same day as、アズイカと同じ日だったからであると。えー、松永久秀が、セットファイヤー,ーなんとかなんとかに放火する、東大寺に放火していた、その10年前に、えー、全体で松永久秀の死はです。 えー、久秀がその10年前に東大寺に放火していたのと同じ日に起きたからこそより一層皮肉に思われると言いたいんですがとなるとここは理由を表す接続詞が入るんですが、えー that、がある以上、Because、って入れられらないですよね、えー、そこでイン・ザット説となりますイン・ザット説でザット以下という点で訳すればザット以下だからというね意味の接続詞の熟語になりますね、えー、この松永久しでのエピソードは以前第47話で紹介したと思います えー、オール・ザ・ヒカ a t 比較4 0のね、えー、構文をもう一回まとめますと、えー、ここに名詞が来るときは、4の代わりにですね、because of や on アカウント部ないしは oing to なども送ることがあります。えー、そしてここに sv 構造、文書が来るときは、接続詞の because ないしは先ほどの in that なんかが来ることもあるんですよね。から、この出だしの all は強調語なんです。all の代わりにそうマッチになる場合もあります。そしてこのだなんですけれども、 この座の品詞は実は副詞でしてその分だけって意味なんですよねじゃあどの分だけかと申しますとその後ろの微香水化の分だけってことになるんですけどもねそれでは銀じます比較級座がつき後ろに理由極点々ゆえに一層にょろにょろ えー、さらにもう一発オールダ飛郭球の応用編について紹介したいと思います、えー、オールダ飛郭球のこの「だがその分だけっていう副詞でしたが、えー、どの分だけを指すのが先ほどの「ビコーズだったんですがビコ、えーズ以外になるる場合もあるんですよね、えー、例えば1番の「異不説」がこの「座」をね受ける部分ということも結構多いです今すぐ出発するならば、はい、その分だけその分ってのは今すぐ出発する分ですよね、はい、それだけより早く帰ってこられますよ あるいは2番の義分がそこを担当する場合もあります。義分で何とかを考慮するとって意味です。こうした状況を鑑みると、政府は次の address oneself to で何とかに取り組むという事己語です。diplomatic problem 外交問題により一層取り組むべきなのであります。 えー、最後3番ですが私は何も言いませんでした、はい、そのことが、えー、ウィッチはですねこの前の文章全部が先行詞ですよねで私の彼女をより一層怒らせた、はい、ここに「ザがついてますから何の文だけしたら、えー、この何も言わなかった文怒らせたって意味ですよね、えー、すなわちこの「ザの呼応する部分が、えー、ウィッチの先行詞である前の文章を全部だっていうねこういうパターンもありますでは禁じます <music> 比較級だがついたらその分だけそのの対象意伏説ないかも<ー>、えー。徳川家康は慶長五年千六百年の六月十六日に会津、えー、出兵のために大阪を出発します。大阪がガラーキーになったのをチャンスと見た三成はですね、今こそ。 すのですね旗を挙げようと画策いたたししましたところが、自分にはね、えー、人望がないというこの大谷出軍からの指摘とか、あるいは身分が低いっていうことからしまして、この毛利輝元に総大使をお願いして、彼はやる気満々で7月11日に大阪入りします。その頃、三成も大阪に入りまして、 三奉行、すなわち前田玄威、から増田長森、夏夏正家らのですね、名前でナイフ違いの上場というものをですね、諸大名に送らせます。これは徳川家康がいかに悪事を働いたかということをですね、書に記したものです。ところがこの合図っぺにはですね、豊臣御子の大名、例えば福島正則、黒田長政、細川忠興などがおりました。 えー、彼らだってもし西軍の総大将が豊臣秀頼であるならばね、えー、自分の方になびいてくるということでしょうけれども三、えー谷それ最初お願いしたんですけどもね淀殿、まあ、などの反対でですね結局そこはできなかった、えー、しょうがない、えー、そうなればあ家康の方に味方せず自分の方に味方してもらうためにはこの方法しかないってわけで、はい、大阪に住んでいたあ彼らあ豊臣子飼いのです、ね、大名の妻子をですね人質として、えー、監禁しちゃうんですよね。 でそのうちの一人が細川忠興の妻であるこの細川ガラシャですところが彼女は人質になることを拒んで本日のエピソードとなったわけです大河ドラマコーナー光明月次より石田三成の兵がお屋敷を取り囲んでおりますが死者は 大阪城にお釣りあるようにと申しておりまするがいかがすればよい殿のお指図によりお命をそれがしがわかった首か胸かお胸を。 ややとうございます。五座の間に踏み入ることははばかり多うございますゆえ今少しこなたへこうかガラサ道々たもうマリアに御礼を成し立てまつるデウスの大母サンタマリア 今も我らが最後に我ら悪人のために頼みまえ、 明智光秀の娘として生まれ波乱の生涯を送った細川ガラシアその清潔な死は諸侯の妻子を人質に取り大阪城下を小悪戦とする三成の計画に大きな一石を投じるものとなったそれでは最後に数ある時世の中でも 私が一番感動した細川柄車の時世です。散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ